ゃじゃーん、これ可愛くないですか、うんうん、裏側はですね、こんなファスナーになってまして、いいことにもダブルファスナーなんですよ。下からこうやって出していただいて、可愛いです、はい、シンプルな、そう、なんかね、合わせていただいて、で、前も可愛いので、こういうものと合わせていただくといいかなと思いますので、夏ってね、やっぱりラブリーなんですよね、それがないと。だから皆さん興味持っていただいて、ご試着っていう話まで行くんですけども、実際腕どうするのとか、なんか二の腕がって言われて、少なくともね、肘であるとかこことかだんだん気になってきますので、夏場ね、着ていただいて全くノースリーかなんか分かんなくなっちゃうのが一番私としては残念なので、やっぱりノースリーを匂わせてほしいんですよ。なので、その時の羽織としてちょっと二の腕隠し系のちょっと紹介します。ジャケットなんですけど、やっぱりレースのいいところってお肌が入った時に綺麗なんですよね、すごくちゃんとノースリーですよってわかるし、ちょっと上品な感じでまとめていただけるので、今年結構レーシーなものとかメッシュとかね、ちょっと透けてるものが流行ってるので、こちらで結構紹介しますけれども、こういう合わせ仕方をしていただくと、ノースリーでありながら現れにしないですよ、本当に。ちょっとある意味ね、レースの優れものに入っていくと思うんですけれども、こういうのでね、これオレンジ、これはね、モノトーンだから黒だからもっと使いすぎるんですけど、こういうので、こっちが手ですかね、でも私無視します、こっちが可愛かったらこっちでいいですし、こっちで出していただいてもいいので、こういうのでね、ちょっとアレンジいただくのもいいと思います。サンケアはね、ちょっと辛いですけど、多少お肌が出てる方がなんかバランスとして非常にいいので、もう隠すよりはちょっと上手に隠すっていうので、いろいろねやっていただくといいかなと思っています。で、これも後ろ可愛いですよ、何を着ていただいてもいいんですけど、これ私ダブルジップだったので、もうデザイナーによしって言ったんですけど、ダブルジップでこっちからもこっちからも取れるんですけど、やっぱりこういう感じでね、やってもらうと上をペロッと開けてもとっても可愛いんですよ。で、ある意味全部やると開いちゃうんですけど、これはデザインがあるので、これを後ろにするとちょっとおかしくなっちゃうんですけど、特にデザインのないものなんか持ちかけたんですが、どっちを前にして着ていただいてもいいので、ちょっとカーディガン風に着ていただくのもありですね。一応このトップスを生かしてですね、ボトムの柄を持ってきました。可愛い柄なのでちょっとショップから持ってきちゃったんですけど、どうでしょうか、今度じゃあ着てくださいって言われたら。まあこれだけ見るとね、ちょっと抵抗あるんですよね。こういう大人しい、そうですね、いろんな合わせ方ができるんですけど、やっぱり私も色としていいなっていうだけで、お客様全員におすすめするのはちょっとね、気づきがあるかなと思ったんですけど、まあ着方として聞いていただければと思います。本当にね、先ほど紹介したようなこんな着方をしていただくと、もうこれで出来上がりですごくいいと思います。で、私たちちょっと上品に着たいっていう課題はありますよね。だからそれなりにデザイナーがこだわって、ボールがとても綺麗だったりするものって、なんかどっかでね、上品におしゃれに着ていただけるので、まあ、そんな部分も合わせてね、ちょっと今日お土産で情報としてお持ち帰りいただければいいなと思うんですけれども、その時にですね、黒持ってきましたよ。これはね、うちの人気商品なんですけど、綿なんですよ、メッシュですね。一回 YouTube でこれ紹介した時に、寒いとかなんか見えちゃうんですけどって言われたんですが、みんなは当然着ていただきたくて、もうシンプルなこういう、私はユニクロとかでね買っちゃってるんですけど、これもお肌が入ると綺麗なんですよ、シンプルで。だから恥ずかしくなく、そのぐらいは全然着ていただいてもいいかなと思います。これの場合はね、黒と合わせますので、こんな感じでセット着ていただくのもありかなと思います。そうすると、ちょっとまたね、違うおしゃれができると思います。で、その時の靴なんですけど、これもうちのずっと定番で、ここはあるんですけど、ここもあるので履きやすいのと、あとこういうところが非常に柔らかくて、意外に疲れないんです。私もこのシリーズを持ってますけど、こんな感じで着ていただくと、まあ、ちょっとお食事会とかね、そこまでいける感じだと思います。逆に、スリクロになっちゃうのよというよりは、楽しく着ていただけるかと思いますね。素材を変えました。私の趣味なんですけど、ビニール素材、エナメル風なんですけれども、今度、色のものに対して、いつも大体この辺の春夏っていう感じで合わせてましたけど、
黒に対して白のモノトーンでチャレンジするとか、素材が変わるとちょっと楽しくないですか。思い切ってまたピンク出してるので、スペインのブランドなんですけど、ラテン系なんで、この綺麗なお色で、これ白とかあと黒があるんですけど、こんなんでね、いただくといいと思います。で、革素材のね、お高い革よりはビニールのなんかこういう楽しいお色を一つ持っていただいて、いろいろね、合わせていただくのもいいと思います。ついついね、使い勝手のいいお色とか、これでもこれをやめたら他に何で持っていくのっててんてんってなっちゃうと思うんですけど、意外に使い勝手で、特に白なんかで可愛いです。あと黒とピンクってすごい可愛いです、ね、なのでいろいろご利用いただければなと思います。ここまでで何かご質問ある方いらっしゃいます？はい、そういうビニールっぽいのだと襟がよく汚れますよね。そういう時は、ね、はいはい、洗濯に出してる自分でこう、いや、これはね、うん、自分でご自分でなさっちゃった方がいい。特にこれ河川敷の毛はどうなの？これはあの裏地ですね、普通の、はい、襟元はね、それこそあれだったら、まあ、着てマイペットみたいな、で綺麗に拭いていただいた方がこの素材はいいと思います。そうじゃない素材はね、洗っていただいた方がいい素材とかいろいろあるんですけど、まあ、あの逆に汚れは染み込まないですね。上につくだけですから、スウェードみたいなね、貼ってあるものはもう専門のところに出さなきゃいけないんですけど、雑に扱っていただいて大丈夫です。ボールペンはちょっとまずいですけどね、はい、多分拭くときれいになっちゃうと思います、はい。だからまあ素材で遊んでくださいとか、つなぎの色でいろいろありますけど、ちょっとね、素材で遊んでいただきたいかなと思います。はい、ありがとうございます。次、行きます。